今回は自律神経失調症の症状や治療法、うつ病との違いについてお伝えします。自律神経失調症の症状、身体症状としてはだるさ、耳鳴り、めまい、手足のしびれ、冷え、ほてり、動悸、食欲低下、下痢、便秘、不眠、頭痛、肩こりなどがあります。精神症状としてはイライラ、不安、焦り、集中力の低下、落ち込み、情緒不安定といった症状があります。また更年期障害やうつ病など他の疾患による症状が重なることが多いです。自律神経は全身の器官をコントロールしているため、そのバランスが崩れてしまうと様々な体の症状が現れます。自律神経失調症の原因、多くの場合はストレスが原因になっていますが、不規則な生活リズムによって睡眠障害が現れて自律神経が乱れてしまったり、中にはそもそも体質的に自律神経が乱れやすいという方もいます。女性の場合などはホルモンバランスの変化が原因になるなど、人それぞれ原因が異なります。こういったことすべてが自律神経失調症の原因となりうるため、その原因がどこにあるか見定めるためには、生活から体質、仕事や住環境など広く探る必要があり、それぞれに応じて適切な改善策、対応策を模索していくことが重要な治療のポイントとなります。自律神経失調症とうつ病。自律神経失調症がストレスに大きく関わるものと説明しましたが、うつ病も同様にストレスとの関係性が認められていて、心身ともに大きな影響が出ます。2つの病気は原因に共通性がありますので、うつ病についても解説します。うつ病とは脳のシステムにトラブルが生じたせいで憂鬱な気分になったりする病的な精神状態をうつ病と言います。うつ病は興味や喜びがなくなる、疲れやすくなる、活動性が減少するなどの精神と体の両面にわたり生命力が低下する病気なので、しばしば身体的な症状を伴うこともあります。通常憂鬱な状態は本来人間が持つ自然治癒力で時間とともに和らいでいくものですが、これが改善しなくなったり、さらに悪化して仕事や家事、勉強、人との関わりなど日常生活への支障が出てくれば病気として捉えられることになります。両者の区別は難しく、また他の疾患の可能性もあり、その判別は簡単なものではありません。もし疑わしい症状などが出たり、不安に思うことなどがあれば、早めに医師に相談するようにしてください。ストレスの軽減が第一。どちらにも共通する問題点はストレスです。軽減すべきストレスは自覚しているものだけでなく、無自覚に感じているものも排除、抑制することが必要になってきます。一人で行うことが難しい、あるいは何から始めればいいかわからないと不安に思われる方は、専門のカウンセラー、あるいは医師に相談してみてください。